世界中が日本のパンに夢中？パンといえば僕の国だろう。皆さんはパンを食べたことがありますか？日本には数えきれないほどの種類のパンがあり、どれもお手軽な価格で楽しめます。日常的にパンを食べている人も多いのではないでしょうか。さて、今回ご紹介するのは、あるトルコ人男性が日本のパンを調査すべく日本を訪れ、日本のパン屋を利用するエピソード。男性は日本のパンを口にした瞬間、衝撃を受けます。そしてその後、男性が取った行動が、早速見ていきましょう。僕の名前はアスラン。28歳のトルコ人だよ。親の代から営んでいるパン屋でパン職人として働いたり、たまにパン教室を開いて、いろんな人にパンの作り方を教えたりしている。僕は本当にパンが大好きで、5歳の時から父親から教わってパン作りをしているんだ。誰よりもパンについて探求してきたし、誇りを持ってパン職人をやっている。僕の作るパンは最高だよ。トルコでは僕のパン屋が一番人気だからね。お客さんから、こんなパン見たことない、美味しすぎる、なんて言葉をいただくこともたくさんあるぐらいだよ。みんなはあまり知らないだろうけど、トルコは世界で一番パンを消費する国で、パンにはうるさい国だからね。どの家庭でも一日に一回はパンを食べる習慣があるし、街の至るところでパンが売られている。種類が目立って多いわけじゃないんだけど、どのお店もパンの素材の味を生かした美味しいパンを作っているよ。そんな中で僕のパン屋がトルコで一番なんだ。すごいことだろ。でも少し前までは僕のお店は人気店とはほど遠い、どこにでもある普通のパン屋だったんだ。今回は僕のパン屋がトルコで一番の人気店になるきっかけとなった出来事について紹介していこうと思うよ。あれは2年ぐらい前の出来事だった。まず当時の僕のお店は生活するには困らない程度の売り上げは出していたけど、裕福に暮らせるかといえばそうではない感じだったんだ。ほんと、どこにでもあるパン屋さんって感じ。でも5歳の頃からパン作りをしている僕からすると、なんで僕のパン屋はそこら辺のパン屋と同じなんだ、なんて思っていた。街中に溢れるほどあるパン屋の中でどうにか有名になりたいという思いが強かった僕は、いつもパンのことばかり考えていたよ。そしてある日のこと、いつものように仕事終わりにパンについて調べていると、ある一つの記事に目が止まったんだ。その記事のタイトルは、世界中が日本のパンに夢中という、僕にとって何とも興味深いもの。日本のパンが？パンといえば僕の国だろう。世界はどうなっているんだ？僕はすぐにその記事を読むことにしたよ。するとそこには、僕の持っているパンの概念を覆すような内容が多く書かれていた。みんなはパンといえばどんなパンを思い浮かべる？僕のパンのイメージって素材の良さを生かして無駄な具材を使わないもの。だけど記事で紹介されていた日本のパンは僕が今までに見たことないようなものばかりだったんだ。カレーパン？それにメロンパンってなんだ？クリームパン？僕の頭はこんがらがってしまったよ。だって、とてもじゃないけどパンには見えない写真が記事内に多く載せられていたんだ。正直、それを見た僕は心の中で、これがパン？そんなわけない。どうせ見栄えだけ気にして味は大したことないんだろう？と思っていた。トルコではパンが主食で、料理にも合うようにシンプルなものがほとんど。もちろん味にはこだわっているから、シンプルだとしてもとても美味しいものが多い。素材の味を最大限に生かしたパンって感じだ。でも、日本のパンはやたらと他の具材を使っていた。パンの中にカレーを入れたり、チョコやクリーム、さらには焼きそばを入れたりしている。僕からすると、はっきり言って下品だと感じたよ。そんなのを本当にパンと呼んでいいのか？パン職人として、なんだか日本のパンは邪道という感じだった。そうして、そんなことを思いながら記事を読み進めていくと、日本のパンを食べたことのある外国人からのコメントが載せられていることに気がついたんだ。
そのコメントを見て僕はさらに驚いてしまったね。だってどのコメントを見ても日本のパンを褒める内容ばかりだったんだ。日本のパンは世界一だ。種類も豊富で味も最高。こんなに芸術的なパンを作れて、なおかつ味も美味しいのは日本だけだ。日本のパンが世界に広まれば瞬く間に大人気になるだろうね。ここまで来ると僕も日本のパンを食べたくなってしまったよ。世界中が注目しているということは、それだけの理由が日本のパンには隠されている。記事を読み進めていくにつれて、僕の気持ちは日本に行って確かめたいというものに変わっていった。そうして思い立った僕は、店を父親に任せてすぐ日本に向かうことにしたよ。こういう時に僕はすぐに行動したくなるタイプでね。日本のパンのことで頭がいっぱいだった。それから日本に到着した僕は、記事で取り上げられていた人気パン屋に向かうことに。道中たくさんのパン屋があり、ガラス越しから見る店内には記事で見た通りのパンがたくさん並んでいた。本当に全部パンなのか。僕はこの時点ではまだ少しだけ日本のパンには疑問を抱いていた。そうしてたくさんのパン屋を見て歩いた僕は、ようやくお目当ての人気店の前に到着。ただ到着した瞬間、僕はあることに驚いたんだ。なんだこれ、こんな行列ができるほど人気なの。そう、人気のあまり人の長蛇の列ができていた。あんな行列、トルコのどんなお店でも見たことがなかったよ。このお店に日本のパンの秘密が。僕はすぐに最後尾に並んだ。外にいても漂ってくるパンの香ばしい香りに僕は少しだけワクワクしていた。それから1時間半ぐらいは待ったかな。ようやく僕が店内に入る瞬間が来たんだ。期待と疑念を抱きながら入った店内には、数十種類のパンが並べられ、僕を歓迎するかのような輝きを放っていた。見た目だけでもこんなに美味しそうに。あれだけ疑念を抱いていた僕でも、パンの香りと実際に日本のパンを目の前にした瞬間、そんなことを思っていたよ。どのパンを見ても見た目はかなり完成度が高く、トルコにはないもの。僕は日本のパンを参考にするために、できるだけ多くのパンを買うことにした。それにありがたいことに、日本語で書かれたパンの名前の下に英語でも書かれていたんだ。だからどんなパンなのか想像しながら買うことができたよ。カレーパンやメロンパンはもちろん、チョコパンやクリームパン、そして食パンやフランスパンなど、数多くのパンを購入。今すぐにでも食べたい。そう思っていた僕は、店内に設けられた飲食スペースに向かって、すぐに買ったパンを食べることにしたよ。まず最初に口にしたのは、生地のトップを飾っていた食パンから。なんだこれ、こんなに柔らかいパンがあるのか。僕は衝撃を受けたよ。外側はしっとりしていて、中身はもっちり。そしてほんのり甘みのある食材の味が僕の口の中いっぱいに広がったんだ。僕はあっという間に食パンを完食してしまった。そしてすぐに次のパンに手を伸ばしたよ。次に食べたのは少しだけ変わったカレーパン。これも本当に驚いたパンの一つだったよ。外はサクッと衣がついていて、生地はもっちり。それに合わせて噛んだ瞬間、中から溢れてくるコクのあるカレー。しっかりと具も入っていて、パン生地と具の両方の良さを生かした最高のパンだった。こんなに美味しいパンをどうやって作っているんだ。僕は日本のパンに夢中になっていた。それからというもの、僕は他のパンも貪るように食べていたよ。どのパンもそれぞれの良さがあり、見た目だけじゃない。味もしっかりしていて、文句のつけようのないものばかり。悔しいけど、どのパンもトルコのパンよりも美味しかった。気づいた時には、抱いていた疑念なんてどこかに飛んでいっていたよ。そうして買ったパンすべてを完食した僕は、高ぶった感情を抑えることができずに、店員に声をかけたんだ。このパンを作った人に会いたい!ってね。すると、店員は笑顔で対応してくれ、しばらくして店主が店の奥から現れた。その店主の名前は
山田さんという方だった。どうかなさいましたか？あなたの作るパンは美味しすぎる。僕はトルコでパン屋をやっているが、こんなに美味しいパンは食べたことがない。ぜひ作り方を教えてほしい。僕は山田さんに頭を下げて作り方を教わりたいと懇願したんだ。しかし、さすがの山田さんもやや困り顔。当たり前だけど、レシピを教えることはできない、と断られたのだ。自分のお店のレシピを赤の他人に教えるはずがない。僕の中でも分かっていたことだ。しかし、それでも日本のパンの秘密を知りたかった僕は、めげることなく何度も頭を下げ続けた。すると、最終的にその思いが伝わったのか、山田さんは、じゃあ、閉店後に少し違ったレシピで教えて差し上げますよ。と、僕のお願いを聞き入れてくれたんだ。それを聞いた僕は、嬉しさのあまり飛び跳ねたよ。これで日本のパンの秘密が知れる！ってね。それから僕は言われた通り、お店が閉店する時間まで店内で待つことに。そうして迎えた閉店時間、山田さんからお店にある気になったパンの作り方をいくつか教わることに。生地を作る際の分量、隠し味、使っている食材へのこだわりや調理方法、そして焼き加減まで、本当に細かなところまで知ることができた。僕自身も質問をしまくって、どうにかトルコに持ち帰って再現できるようにと必死にメモを取り続けたよ。トルコでも流行らせる。本気でそう思っていた。そうして山田さんから何時間もかけてパンの作り方を学んだ僕は、今の熱量をそのまま持って帰りたいと思い、すぐに帰国のチケットを買うことに。もちろんお世話になった山田さんにはきちんとお礼をしたよ。そして最後には僕のパンへの情熱が伝わったのか、なんと山田さんと連絡先の交換もできて、また何かあったら連絡してきていいからね、とまで言ってもらえたんだ。僕はパンだけではなく日本人の優しさにまで感動してしまったよ。全く面識のない赤の他人にパンの作り方を教え、さらに連絡先まで教えてくれる。このお店がなぜ日本で人気なのか、なんとなく分かった気がした。それから僕は山田さんに別れを告げて帰国することに。飛行機の中ではずっと教わった時に取ったメモを見返していた。イメージを忘れないように、教わったままをトルコで再現するために、その一心だったよ。そうして長時間のフライトを終えてトルコに着いた僕は、まずはカレーパンを作ろうと思い、すぐにスーパーに行って必要な食材を調達。足りないものは代用できるものを買い、なるべく再現度が高いものを作れるようにした。それから食材を手にした僕は、帰宅後にすぐに仕事場に立ち、パンを作り出すことに。またメモを見返しながら、少しの分量も狂わないように。具材の味を逐一チェックしながら調整。焼き加減も十分に注意しながら行う。本当に神経をすり減らすほど、慎重にパン作りを進めたよ。そのおかげか、完全再現とまではいかなかったけど、美味しいと思えるカレーパンが作れたんだ。さすがにあの人気店のような美味しさは出せなかったけどね。試作にしてはかなり上出来なものが完成したよ。まだまだ美味しくしないと。僕は両親に食べてもらい、客観的な意見を取り入れながら、少しずつ味や生地の調整をしていった。何度も失敗しながらも、ベースは崩さないように教わったレシピをもとに研究。ちょっとした妥協もしたくなかった僕は、生地のサクサク感はもちろん、カレーのルーの細部までこだわったんだ。そんな完璧を求めた僕の戦いは、一週間にもわたったよ。そうして、長い時間をかけて完成させたカレーパン。ようやく店舗に並べて売り出すことに。僕は、早くこの美味しいカレーパンをトルコ中に広めたい！という思いを抱えながら、営業開始の時間を待っていた。僕の父親もその瞬間を心待ちにしていたよ。お店の外には日本で大人気のカレーパンなんて張り紙しちゃってさ。開店前から僕のお店の前には少しだけ人だかりができていた。僕はその様子を見て期待で胸がいっぱいになったよ。そうして迎えた開店の時、僕は本当に驚いたよ。だって
30個限定で売り始めたカレーパンは30分も経たないぐらいで完売したんだ。しかも買ってその場で食べていた人たちの間で、こんなに美味しいパン食べたことないよなんて言葉が飛び交っていたんだよ。トルコではなかなか見慣れないカレーパンではありながらも、みんな大絶賛だった。カレーパンを食べるその人たちの笑顔を見た僕は、もっと他のパンも作ってみんなを笑顔にしたいと、そう思ったね。それからというもの、毎日カレーパンを作る合間に、メロンパンや食パン、チョコパンにクリームパンなど、教わった全てのパンの試作を行い、お店に出せるレベルまで研究をした。毎日毎日父親と話しながら調整を繰り返し、何個も試作品を作った。ほとんど寝れない日もあったけど、いざパンを買って食べてくれるお客さんの笑顔を見たら、そんな疲れなど吹っ飛んでいくんだよ。僕はお客さんを笑顔にしたい一心でパンを作り続けた。そのおかげもあってか、完成度を高めて売り出したパンはいつも即完売。僕のお店は毎日開店前に長蛇の列ができるほどになったんだ。日本で見た時と似たような光景が目の前に。僕は本当に感動したよ。今まではどこにでもあるパン屋だったのに、今では他のパン屋とは比べ物にならないほど大人気のお店になったんだよ。これほどまでに幸せだと感じたのは生まれて初めてだった。僕はお店が繁盛するようになってから、恩師である山田さんにすぐに連絡を入れたよ。あれから研究を重ねたこと、そのおかげでお店が繁盛していること、本当にいろんな話をした。すると山田さんはまるで自分のことのように喜んでくれたんだ。アスランに教えてよかった、もっとトルコで日本のパンを広めてくれなんて言われた時は、僕は涙が止まらなかったよ。本当に僕はいい人に巡り会えたんだなと実感すると同時に、いつか必ず恩返しをしに日本に行くと心に決めた瞬間だった。それからというもの、どんどんと人気店に成長していた僕のお店は、規模を拡大するために移転することに。数名の従業員を雇ったりして、なるべく多くのお客さんにパンを届けられるようにした。お客さんが笑顔になるほど美味しいパンを作る、その理念のもとに毎日たくさんのパンを作っているよ。そして今ではトルコで一番のパン屋さんなんて呼ばれ方もしているんだ。本当に嬉しい限りだね。まさか自分のお店がここまで成長するなんて、あの記事を見た時には思いもしなかったから。これからもお客様の笑顔のために僕はパンを作り続けようと思う。そして近々日本に行って、山田さんに僕が作ったパンを食べてもらうんだ。恩返しになるかはわからないけど、きっと喜んでくれるはず。本当に日本に行くのが楽しみだよ。とても素敵な出会いを与えてくれた日本には感謝してもしきれないね。以上がアスランの体験談でした。日本のパン屋を利用したことをきっかけに、アスランの営むパン屋さんは今ではトルコで一番人気のパン屋さんにまで成長しました。日本のパンがきっかけでお店が大繁盛するなんて、なんだか嬉しい気持ちになりますね。みんなで彼の今後のパン職人人生を応援しましょう。そして最後に、日本のパン屋について海外の掲示板で数多くのコメントが寄せられていましたので、そちらをご紹介していきます。日本のパンは本当に素晴らしいと思うよ。僕は特に食パンが大好きなんだ。とても柔らかくて中はふっくらとしている。そのまま食べても美味しいし、ジャムなんかつけるともっと美味しい。どんな食べ方をしても美味しいんだ。あんな万能なパンを食べたのは日本が初めてだったよ。日本のパンってそれ自体で食事になるようなパンがたくさんあるよね。例えばカレーパンだったりピザパンだったり、本当にたくさん種類がある。僕はいろんな国に旅をすることが多いんだけど、日本ほどパンの種類が多い国は他にはなかったよ。そして味も日本が一番だった。日本のパン本当に美味しいわよね。私はメロンパンが大好きなの。日本で初めてメロンパンを食べた時、あまりの美味しさに衝撃を受けたわ。あのサクッとした甘みのある外側の生地にふっくらとした中身が絶妙なバランスなのよね。
もう思い出すだけで食べたくなっちゃうわ。僕の国のフランスだとパンが主食だったりするから、そんなに味があるパンを食べることはないんだ。でも日本のパンはそれだけじゃなく、たくさんの種類のパンがあるよね。おかずとして食べれるものもあるし、フランスでももっと日本のようなパンが流行るといいなって思うよ。日本人はどうやってあんなに種類豊富なパンを生み出しているんだろう。しかもどれも文句のつきようのない美味しさ。そりゃ世界中が日本のパンに夢中になるのも無理はないよね。パンといえば日本、そう言っても過言ではないぐらいに日本のパンは素晴らしい。以上が寄せられたコメントです。日本のパン屋を利用したことがある多くの外国人が日本のパン屋を称賛していましたね。私たちからすると当たり前となっている日本のパンですが、外国人からすると驚くほどのクオリティのようです。その理由として、種類の豊富さに合わせて一つ一つこだわりを持って作られたからこその美味しさがあります。日本人のより良いものを作りたいという国民性が生んだ成功例の一つではないでしょうか。今後も日本のパン屋の凄さが世界に広がってくれることを願っています。いかがでしたでしょうか。よかったらあなたの感想もコメントで教えてください。それではご視聴ありがとうございました。